アントウェルペン包囲戦におけるフランス公兵隊エドゥアールで対優作1885年フランス軍に占領されたアントウェルペン城大フェルディナントでブレケレーア作アントウェルペン包囲戦はベルギー独立革命が終結した直後に行われた戦闘1832年11月15日エティエンヌ・モーリス・ジェラール元帥率いるフランス王国の北方軍は ダビッド・ヘンドリック・シャスセ率いるオランダ軍の駐留するアントウェルペンを包囲した。包囲戦は12月23日に終結した。フランスはベルギー反乱軍が参戦しないことでベルギーと合意していた。フランス軍が1831年の10日戦争に介入した後、オランダ軍はベルギーから撤退したが、アントウェルペン城に駐留軍を配置、そこから街を砲撃した。 それにより、ジェラール・ゲンスン率いる北方軍がベルギーに戻り、1832年11月15日にアントウェルペンを包囲した。オランダの将軍でナポレオン・ボナパルトの元部下であるシャッセは、焼き玉式将遺団でアントウェルペンの街を砲撃、家屋数百件を炎上させて、多くの兵民が死傷した。これにより、それまで戦闘に関わらなかったベルギー義勇兵が、 介入した。一方、編成と装備が整ったベルギー軍は、アントウェルペンの北にあるスヘルデ川の堤防を守備、オランダ軍が堤防を破壊するのを防いだ。防板式の要塞を包囲する戦術は、大号と平行号しかなく、防御工事が突破されたら、守備側が降伏するのが常だった。北方軍は、アントウェルペンの包囲に、大型の急砲を使用。 要塞の上から砲弾を打ち込んだ。北方軍と工場船の専門家であるフランソワ・ニコラ、ベノワークソ・男爵は二十は24日間かけて城を落とし、ベルギーに返還した。ベルギー王レオポルド一世は、謝礼としてそれぞれ異なる後継の大砲をフランスに送り、フランスの貴族員はジェラールに栄誉の剣を授与した。包囲戦における、 フランス軍の戦死者の記念碑が1894年に作られたが、アントウェルペンは受け取りを拒否、代わりにトゥルネーに飾られた。ありがとうございます。